皆さんは襖を開けたことがありますか？あるキャラを習得するのに必要なんです。怖いと思った方も多いと思いますが、このニャンコ、猫フラワーをゲットするには避けて通れない道です。なお確率はかなり低いので根気が必要です。あと目が疲れるので離れてみてください。では倍速号、8倍速です。某天空のお話に出てくる悪いおじさんみたいになりたくなかったら58秒あたりまで飛ばしてください。しかし実際にはもっと苦労して入手したんですよ。ある意味超激レア入手より難しいかもしれません。ちなみに私たちは時間にすると累計40分かかりました。実際にはもっとかかっている模様。まあ単調な作業の繰り返しなので気をつけてください。さあもうそろそろですよ。猫フラワーゲットしました。もちろんお金はかかりません。無課金です。早速ゲットしましょうか。結構苦労しましたね。まあ得点もついてきますし、いいことです。ポチッとな。使うかどうかは今後とニャンコンボ次第。ではリクエストに移りたいと思います。未来編に小月をチビとバルとムートで攻略とのことですが、バルはいりません。なお以前にこの編成に向き足を入れて攻略した模様。まあフェス中なのともののついでにおさらいです。ちなみにムートなしだと攻略は無理でした。ここで言いますか。ではゴー。ニャンコンボは進撃のチビ猫でいきます。倍速しましょう。倍速ゴー。4倍速でお送りしています。はっきり言ってしまえばムートより向き足を編成した方が簡単です。数が多く準備できる上にエイリアンに滅法強いですからね。当然現段階のチビ美脚にはそんな特性はありません。戦い方の基本はチビ猫、チビ壁、チビ美脚を生産していき、ムートが出せるようになったら出していきます。あと時々ドラゴンとかボッチを生産するといいかもです。バルキリーだけを相手にする場合だとチビだけでもいけそうなんですが、残念ながら足元のエイリアンが邪魔をして攻撃できません。そこでムートにバルキリーごと攻撃してもらいます。お金も増えて言うことなしですね。なお生産の優先順位は美脚、猫、壁、ですがいつものツテが出てしまい、ご覧の通りです。ムートがやられましたが再生産まで粘ります。勇者を織り交ぜると結構持ちこたえますので、資金はエイリアンの雑魚から取っていきます。働き猫マックスにする必要なかったのでは。まあどうやってこの状況を打破するのか見てもらいましょう。さあムートが出せます。美脚を中心に生産して攻撃の補助をします。まあ多少は時間がかかりますが問題なく倒せるので心配は無用です。第3形態なら楽勝ですが、リクエスト通り第2形態です。さああと少しです。バルキリーが攻撃力を上げてるのが怖いですが気にしないでいきます。おやおや、お金が少なくなりましたね。って言ってるそばで倒しちゃいましたね。まああとは城を落とす、ついでに出てくるエイリアンを片付けていきます。向き足なしで攻略しました。エリザベス、ここに来て面倒なのが出ましたね。仕切り直しですね。まあまたムートを出しましたから、今度こそ決めますよ。さあもうそろそろ決着がつきます。エリザベスを倒して今度こそ邪魔されることなく片付けます。のんびりしているとまた面倒が起きますから。さあフィニッシュです。勝利。この攻略はあくまでついでです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。ついに入手がわからなかったキャラゲット。